ほとんどの方、初めましてだと思うんですけど、岡山大学の資源植物科学研究所、統合ゲノム育種グループというところで、に所属してます、古田智之と申します。本日お招きいただいて、このタイトルで、僕が開発した、まあ、パッケツールというかパッケージ、R のパッケージの紹介をしたいなと思っております。よろしくお願いします。まず、今日の発表内容なんですが、まあ、誰だお前はっていう感じだと思うので、軽く自己紹介と、またそこからつなげて、まあ、開発モチベーションは何だったのか、というところと、パッケージの概要について。で、まあ、せっかくパッカソンなんで、まあ、パッケージングの苦労話とその成果みたいなところもちょっと触れたいなと思います。じゃあ、まずは自己紹介と、まあ、続けて開発モチベーションというところを話したいと思います。で、まあ、これ、僕が5年くらい前にここ岡山大学を赴任したんですけど、その時に大学側がプロのカメラマンを雇って、教員の宣材写真を撮ろうっていうイベントがありまして、そこで撮ったチャンピオンデータなんですけど、こちら。私、古田智之は、岡山大学の、資源植物科学研究所。まあ、あまり知名度ないと思うんですけど、まあ、IPSR という略称で、まあ、植物科学の研究やってる人だったら、まあ知ってるかな、というところです。で、所属は統合ゲノム育種グループということとして、そもそものバックグラウンド、専門は稲の遺伝育種学です。岡山大学以前の所属でも、稲の遺伝育種をやっていて、本来だったらこのバイオパッカソンとかに参加するようなバックグラウンドは持ってないんですけど、ここ最近、まあ、ちょっとバイオインフォマティクスの方にちょっと力を入れてまして、パッケージ開発ということをやっていると。自分がやっている遺伝育種学の研究をこう快適に進めるためのパッケージが欲しくなって自分で作っちゃったっていう感じなんですけど、そういうことをしております。で、まあ、僕は育種学界隈のノラバイオインフォマティシャンでして、僕が所属していたラボも別にバイオインフォマティクスが強かったわけでもないし、教えてくれる人もいなかったので、ほぼほぼ独学で Google を先生にして、勉強してきました。で、最近になって、人生初の公開パッケージを、開発して、まあ、もう、論文になったのが2023年だったわけなんですけど、GBS クリーナーと MCP タガーというものを作りました。そういえば、ビデオがずっとオフのままだったな。あ、まあ、いいか。ビデオ。一応、ちゃんと顔さらしておきます。あ、背景がやばいな。それで、はい、ここまでが自己紹介でして、まあ、こんな感じでやってきたわけなんですけど、じゃあ、なぜ育種学者がパッケージ開発をやり出したのかというところなんですが、そもそもの始まり、僕がバイオインフォマティクスにどっぷり浸かることになったきっかけは、この野生稲、オリザ・ロンギスタミナータっていうやつなんですけど、稲の育種学研究の中でも、僕は野生稲から有用遺伝子を探索するっていう研究をしてました。で、オリザ・サティバ、僕らが食べてる栽培稲なんですけど、オリザ・サティバとオリザ・ロンギスタミナータを交配しまして、F2 集団で遺伝解析をするということで、約1000個体用意して遺伝子型判定をしなきゃいけないってことになったので、当時ジェノタイピングバイシークンシングっていう技術が出てきてたので、もう GBS で一気にジェノタイピングだということになりました。で、次世代シーケンサーでデータを取ってくるわけです。で、出てきたデータを見てみたわけですね。そうすると、これ、その結果がこれで、まあ、黄色で A って、まあ、Excel のシートなんですけど、黄色で A って、フィルされている部分が、日本バレ、栽培稲の遺伝子型を持ってる、スニップ。で、青の B ってやつが、野生稲の遺伝子型を持っているスニップ。で、H で緑のところがヘテロだったわけなんですけど、で、行方向、行、ごとに、一つのサンプルになってます。で、列方向にスニップです。で、見てみると、まあ、そもそも欠損値が多いっていうのが、
まあ、GBS 元から言われてるんですけど、それに加えて、なんだかこう、200キロベース以内でダブルクロスオーバーをしている。まあ、扱ってるの F2 集団なんで、こんなことは起こり得ないわけです。で、さらに1.5メガくらいの間で4回クロスオーバーしてると、もうめちゃくちゃだったわけです。でも GBS のデータっていうのはもうフィルタリングやエラー修正が必須であると。まあ、特に桃園交雑を使っているので余計にその影響が顕著に出ているっていうことがわかりました。で、そこでですね、当時発表されていた、エラー修正のツールを使ってみたわけです。これどういうツールかっていうと、各スニップのリードカウントデータを入力にして、まあ、隠れマルコフモデルで真の遺伝子型を推定してくれるっていうものでした。で、それに、それで処理をして、じゃあ結果をどうやって確からしさを確認しようかってなったときに、まあ、栽培犬と野生犬の F2 個体、814個体、結局データを取れたのが814個体だったわけなんですけど、それの遺伝子型の比率を可視化して、エラーの程度を確認しようと。で、まずそもそもエラー、修正なしの場合っていうのは、もうデータぐちゃぐちゃなわけです。これ緑の線が、栽培稲アリール、じゃないか。栽培稲ホモ型、リファレンスホモ型の、個体の割合。で、マゼンタがヘテロの個体の割合で、青が、野生稲ホモ型の個体の割合になっています。理論値っていうのはどうなるかっていうと、F2 集団なので、ヘテロの割合は、まあ、0.5のあたりにマゼンタの線が来ると。で、リファレンスホモ、栽培稲ホモ型は0.25、25%ぐらいで、野生稲ホモ型も25%ぐらいになるはずだと。こういう線が、エラー修正ツールをかけた後に出てくれたら、綺麗になってるって考えられるわけです。で、まず、一つ目、残念だったのが FSFHAP っていうツールを使ったら Unable to find start window って言われて、お前のデータでは走らせることすらできねえよと言われてしまって、使えませんでした。で、そこで次にやったのが LB Impute っていうツールなんですけど、なんか線がガタガタしているっていうのと、例えばこの染色体7番なんかはもう明らかにおかしい歪みが、リファレンスホモ型がグンって上がって、リファレンス、ヘテロ型がグンって下がってるっていう、すごいアーティフィシャルな線ができていて、これはダメだと。で、マジックインピュートっていうのも使ってみたんですけど、これも、まあまあ同じような感じで、結局、きちんと綺麗にならない。既存のツールではきちんと綺麗にできないっていうことが分かって、さすがにこんな気持ち悪いデータのままで、この先の解析をする気にはなれんっていうことで、じゃあどうしようと。まあ、結局、ゲノム配列の差が大きい、桃園主幹の交雑集団っていうのを、僕が使っていたっていうことが原因で、でもこれは、まあ、ある意味植物だからできるような交雑で、かなり特殊なケースであった。では多分既存のツールではそういう状況をあまり想定できていなかったんだと思います。で、不正確なリードマッピングが起こるので、信頼性の低いスニップマーカーがデータにたくさん混入していると。じゃあもうないなら、自分で修正ツール作ってしまおうと、パッケージ作ってしまおうということで作ったっていうのが、もうそもそもの開発モチベーションっていうことになっていて、まあ、先に言ってしまうと、GBS クリーナーっていうのを使うと、こっちでガタガタだった線がもう綺麗になるし、7番染色体で、変な風な、リファレンスホモが増えてヘテロがガンって減るっていう、アーティフィシャルな線だったところも、割と綺麗になってると。で、まあ、多少歪んでるのは野生稲と栽培稲の交雑なので、ここはおそらく、真実の、分離比の歪みが存在しているというふうに考えています。ということで、こういう GBS クリーナーというツールを作りましたっていうのが、そもそもここのバイオインフォマティシャン、ツールデベロッパーの世界に入り込むきっかけでした。はい。まあ、ここまでが自己紹介と開発モチベーション。ということで、実際のパッケージの概要の方に移っていきたいなと思います。で、まずは GBS クリーナーのパッケージの概要からなんですけど、まず開発するときに、掲げたコンセプトとしては、まあ、幾種の現場、要は非バイオインフォーマティシャン、ましてはコンピューター使った解析もあまり
慣れていない方々でも使いやすいパッケージにしようという、そもそもの思想がありました。で、まず一つ、生物学者でも馴染みやすい言語ということで、まあ、やっぱ R だろうと。Python とか Java とか使うよりは R の方がいいかな。で、あとはアクセスとインストールが楽ってことを考えると、まあ、クランがバイオコンダクターなんですけども、バイオコンダクターの方が、依存関係とかも結構しっかり管理されているので、バイオコンダクターにしよう。で、あとは解析を楽にしようということで、メインの、主要な機能だけではなくて、データのフィルタリングだとか可視化を行う補助的な関数もきちんと用意していこうということで、パッケージを作っていきました。で、こちらがパッケージ全のワークフローなんですけど、まず生データ。本当の生データっていうのは、次世代シーケンサーから出てきたファスト Q ファイルっていうテキストファイルなんですけど、これをバイオコンダクターの枠組みの中だけで処理しようと思うと結構重かったので、そこはちょっと、バリアントコーリングだけは GATK だとか、あとは GBS だったらタッセル GBS ツールっていうツールにちょっと任せようと、ここの時は思いまして、入力としては、バリアントコールフォーマット。検出したスニップと、そこにマップされたリードカウントをまとめたテキストデータなんですけど、これをまず入力にしています。で、この入力データ、VCF ファイル、テキストファイルなので、アクセスしようとするとすごく遅いです。なので、この大規模な、バリアント情報に高速アクセスできる形式として、R の中で GDS っていう形式が用意されてました。なので、この GDS にファイル変換する、まず、機能が、ファンクションがあります。で、取ってきたこの、バリアント情報、もしくはリードカウントですね。そこにマップされたリードのカウントの要約統計量をまず算出する、機能、関数っていうのがあって、それを可視化する、ビジュアライズするためのプロットのファンクションっていうのもいろいろと、ヒストグラムで出したり、ラインプロットだったり、バイプロット、ボックスプロット、いろんな見せ方をできるようにしてあります。で、一例なんですけど、まあ、欠損率やリード数、スニップあたりの欠損率、スニップ、サンプルあたりの欠損率みたいなのをこうヒストグラムで出したり、染色体上のスニップの密度を見せたり、ラインプロットでスニップあたりのアリール頻度っていうのを出してみたり、あとは先ほど示した、ジェノタイプ、各ジェノタイプの割合っていうのをスニップごとに出すラインプロットと、各スニップでリファレンスリードとオルタネイティブのリードっていうのがどのくらいの割合でマップされているか。もうこれざっくり見ると、ああ、この辺がヘテロだなとかっていうのがわかるわけなんですけど、そういうビジュアライズの、機能、関数っていうのも用意してあります。で、あとは、この統計情報っていうのが出てくるので、それに基づいたデータのフィルタリングができるっていうのと、まあ、主要関数のエラー修正となっています。で、あとは、他のツールと連携できるような形式で、アウトプットを出すと。VCF ファイルで出すのもそうですし、あとはまあ、GBS とかで遺伝子型解析を交雑集団でやると、その後はだいたい QTL 解析とかをやるんですけど、そのための、そう、QTL 解析用の、R のパッケージがありまして、それに直接入力できる形式で出力するようになっています。っていう感じで、これは GBS クリーナーのワークフローはこのような感じとなっています。で、ここからは GBS クリーナーの主要機能、このジェノタイプを推定する、エラーを修正するっていう機能についてですが、まず入力データは先ほど言ったように VCF から取ってきた、各サンプル、各スニップにおけるアリルのリード数。アリルリードっていうのは要は、リファレンスと同じアリルのリードか、違うリードかっていうことなんですけど、このデータサイズとしては、まあ、リファレンス型か、オルタネティブ型かっていうのがあるので、まず次元、要素が2あって、で、かけるサンプル数。
かけるスニップ数の配列になっています。で、これを、すみません、ここに出した。これを隠れマルコフモデルで最もモッドラモらしい遺伝子型データを推定するっていうのが GBS クリーナーの、主要な機能です。はい。で、隠れマルコフモデルは何ぞやっていうとこなんですけど、まあ、ここに参加されている方には釈迦に説法かもしれないんですけど、まあ一応説明させていただくと、まあ変数 A が取り得る値、もしくは状態、まあ1、2、3、4があるとします。で、変数 B が取り得る値、状態 A、B、C とあるとします。で、変数 A の、状態遷移確率、変数 A が1から2に変わる確率、1から3に変わる確率とかっていうのを全部こう定義します。確率が定義されます。で、変数 B の出力確率。要は変数 A が1だったときに、変数 B が A である確率、B である確率、C である確率という感じで、変数 A に依存した変数 B の、出力確率っていうのも定義されます。で、これで何をやるかというと、変数 A っていうのが、要はマルコフ性っていうのを持っていて、1個前の状態に依存して、次の状態が決まっていく。で、状態が、例えばここは1から2にかかる、変わってるんですけど、その時には1から2に変わる確率っていうのは基本的に10%。一番高いのは1から1に。状態の遷移がないっていうことなんですけど、変わる場合には10%の確率で変わっている。に対して変数 B があって、この変数 A の状態に依存して変数 B が出力されているという状況を考えます。で、基本的に変数 A は観測不可。で、変数 B だけが観測できるという状態を想定していて、これをモデリングしていくことになるわけなんですが、今回の遺伝子型の話で考えると、これがどうなるかというと、まあ、遺伝子型が取り得る値、状態、リファレンスホモ型、ヘテロ型、オルタネティブのホモ型か。で、アリルリードが取り得る値。これはアリルリードの比率ですね。リファレンス型のリードが何本、オルタネティブ型のリードが何本、ということになる。で、状態の遷移っていうのは、要は組み替えなわけです。一本の染色体を端から辿っていったときに、遺伝子型が、リファレンスホモからヘテロに変わる確率、組み換え1回起こる確率。もしくは二重組み換えが起こって、リファレンスホモから一気にオルトホモに変わる確率、みたいのをこう定義する。で、基本的にこれは、マーカー間の距離に依存して変わるわけです。で、出力確率は何かっていうと、遺伝子型がリファレンスホモ、ヘテロ、オルトホモだったときに、どういうふうにリードが取れてくるかっていうのが出力になるんです。で、見ていくと、遺伝子型がこう連鎖していて、ここのマーカー、一つ目のマーカーがリファレンスホモだったら、まあ次もおそらくリファレンスホモだと。でも、どっかで、例えば F2 集団だったら、1回か2回は組み換えが起きていて、どこかのタイミングでヘテロになっていく。組み換えが起こっていく。で、その遺伝子型に依存して、リードっていうのが取れてくるわけなんですけど、実際の遺伝子型は僕らは観測不可能で、見えるのは、リード比率だけ。で、これを隠れマルコフモデルでモデリングしていくと、観測可能なリード比率をもとにして、観測不可能な遺伝子型を推定することができる。というのが隠れマルコフモデルの、ワークフレームになっています。で、実際のところは、この遺伝子型って言ってるのは VCF ファイルの場合は SNP の遺伝子型、アリル情報でして、これ自体にはマルコフ性がなくて、要は DNA のアリルが A なのか T なのか G なのか C なのかっていうことしか、VCF には基本的には情報としてはありません。で、マルコフ性、実際に遺伝的な連鎖があるのは、両親から遺伝してきたハプロタイプっていうことになるので、今回の GBS クリーナーの隠れマルコフモデルでは、遺伝子型の裏にさらにハプロタイプっていう
変数があるというふうに定義しています。これを使ってどうやるか。親系統に当然ハプロタイプ。親系統のハプロタイプは、その親が持ってるもの、遺伝子型の列自体がもうハプロタイプなので、ここは固定なんですけど、ハプロタイプがあって、遺伝子型があって、観測しているリードの比率っていうのが親系統についてあって、さらに分離集団の個体ごと、それぞれの個体について当然持っている、観測不能なハプロタイプと遺伝子型っていう情報が本来存在していて、で、僕らは観測可能なリード比率っていうのだけを取れていると、バッテリーが少なくなってきました。で、親のハプロタイプは固定なわけで、で、親の遺伝子型が G1、G2 の時にリードがこのリードで取れてくる確率っていうのを計算して、で、親の遺伝子型がこれで、かつ分離個体のハプロタイがこれの時に遺伝子型は G1、G2 ってなって、じゃあリードはこれになってくるっていう確率はどのくらいの確率ですかということで、親のハプロタイプ、親の遺伝子型で分離個体の、ハプロタイプと遺伝子型が、をあらゆるパターンでこう場合分けをして、じゃあその場合には、その場合にリードがこの比率で取れる、実際観測された比率で取れる確率っていうのは何パーセントでしか、です、ですかっていうのをずっと計算していきます。こう。で、親系統っていうのは、まあ1系統だけじゃなくて、まあ、2系統あったり、もうそれ以上の数あったりします。で、分離集団の個体についても当然それ以上の個体数が存在しています。で、これについて、各染色体上の SNP について、全マーカーにおいて、全パターンの、ハプロタイプだったり、遺伝子型の組み合わせ、それの正規確率っていうのを、隠れマルコフモデルで探索していく。で、最もらしい遺伝子型っていうのを決めていくっていうことをやっています。で、まあ、かなりちょっと複雑で分かりづらいと思うんですけど。で、一個ここで、重要なのが、過去に報告されている、遺伝子型推定ツールでも、隠れマルコフモデルっていうのは使われてるんですけど、さらっとここで、ちょっと前のスライドで、見せた、この遺伝子型がヘテロの時、リードの比率0.5、0.5って、まあ、普通に考えたら、ゲノム上にリファレンスアリールとオルタナイティブのアリールが1個ずつ存在してるのがヘテロのはずなので、まあ、2倍体だったら。そこからリードを取ってくると、リファレンス型のリードとオルタナイティブ型のリードっていうのは五分五分で取れてくる。まあ、考えると思うんですけど、実際 GBS をやると、ライブラリー調整の時の PCR バイアスだったり、あとはマッピングバイアス、もしくは、結局ゲノムの中にいろんな変異が入ってるので、まあそれが PCR バイアスになったりもし、マッピングバイアスになったりするんですけど、そういうのの、生物学的な実際にも存在している差によって、ここの比率っていうのが、ここのリードが取れてくる確率っていうのは五分五分ではありません。要は、アリールリードにバイアスがある。それプラス、このリファレンスホモ型の遺伝子型なのに、オルタネイティブのリードが取れていくっていうことがあったりするんですけど、これは要はミスマッピングになるわけなんですけど、このミスマッピングが発生する確率っていうのも、スニップごとに異なる。っていうことが分かっています。まあ当然ですね。どういうリードがどこにマッピングされるかっていうのは、実際のゲノム配列に依存するので、スニップごとに異なっています。これを過去に発表されているツールだと、固定値で実装しちゃってるんです。だから実際のデータの、エラーの構造と、モデルが想定しているエラー構の構造っていうのが不一致していて、そこでミスが起こると。だからこれをきちんとモデルに組み込んであげようっていうところで GBS クリーナーの工夫をしました。
で、何をやっているかというと、まずリードカウントのデータがあって、隠れマルコフモデルで推定するわけなんですけど、ここ最初は、先ほどのパラメーターは、全部のスニップに対して固定値で推定しちゃうんですけど、まあ、推定された遺伝子型とリードカウントから、各スニップのアリルリードバイアスとミスマッピングの確率っていうのを推定します。で、推定した、バイアスとミスマッピング率ですっていうので、モデルのパラメーター、隠れマルコフモデルのパラメーターを調整して再推定するっていうことを、これを繰り返します。だいたい4回、3回か4回やると収束してくるんですけど、GBS クリーナーのデフォルトの設定ではこれ4回っていうふうになっています。で、それで、推定してあげると、気泡のツールだと失敗してた、誤推定が起きてたところっていうのを、リーズナブルに推定することができるようになるということでした。これは GBS クリーナーというパッケージになっています。で、GBS クリーナーは、親系統が多色系統、要は親が純系じゃなくてヘテロ接合を持ってても OK と。で、親系統が2系統よりも多くても大丈夫。8系交雑とかでも大丈夫。植物だとよくやられてるんですが、あ、でもマウスとかでもあるか。8K 交雑も OK。で、親系統の遺伝子型に欠損値があっても大丈夫。で、遺伝子型から、ハプロタイプのフェイジングっていうのも同時に推定していまして、出てくるデータとしては、この遺伝子型はこんな感じだよっていうのと、個体の底のゲノム断片っていうのはおそらくこの場合だとペアレントの1から遺伝してるよと。こっから先はペアレント2から遺伝してるよ。みたいな風なデータも出てきます。で、これがヘテロでもよくって、ヘテロになってる時に、例えばこのサンプル1のスニップ、あ、違う、これ全部一緒だな。もういいか。サンプル1の方は、片方が、ペアレント1の1本目の染色体から遺伝してるっぽい。で、もう一方の染色体っていうのは、ペアレント1の2本目の染色体から途中まで遺伝してきてるんですけど、その途中からおそらく、交配の系譜の中で組み換えが起こって、ペアレント2の2番目の染色体から遺伝してるっぽいっていう、こういう情報を出してくる。ということで、育種をやる上では、この系譜情報だったり、どういうふうに、どこからどの染色体断片が遺伝してるかっていう情報は非常に重要になってくるので、育種学的にはかなり使えるツールかなと思っています。で、最初にちょろっと言いましたけど、これは2023年に論文発表されてまして、バイオコンダクターに登録しました。で、ディベロップメンタルなバージョンを常に GitHub で更新しているという、感じになっています。このバイオコンダクターに登録するのも非常に大変だったわけなんですけど、確か過去のこのバイオパッカさんの、発表の中でバイオコンダクターの苦労みたいなこと話されていた方がいたんで、今回僕はちょっとそこはスキップしようと思ってます。でも大変ですけど。で、次に MCP タガなんですけど、こっちはちょっと GBS クリーナーの落ち穂拾い的なやつで、パッケージになってまして、GBS クリーナーで推定した遺伝子型、アリール同性値を個別に眺めると、なんかありえない組み換えをしている領域が時々ある。で、アリール同性値って何かっていうと、両親系統のうち参照系統とした親系統と同じアリールを何個も使う。2倍体の場合は0から2ですね。アリール同性値っていうか、ハプロタイプ同性値とかも言うんですかね、最近。で、図にしたのがこちらで、ここで同性値が0から1に、組み換え1個起こってヘテロになってて、ここで組み換えて、また同性値0に戻ってるんですけど、この謎の細い山があって、これ何なんだろう。なんかおかしな山があるぞっていうことで。これデータが F2 集団の、F2 個体のデータなので、こんな組み換えの方はありえない。遺伝学的にはありえない。で、おそらく、リードがミスマップされている上に、リード数が多い、もう全力で嘘をついてくるスニップがあると。
で、なんでかって考えたら、結局もう、このミスマップっていうのをどうやって見つけるかって言ったら、一つの参照ゲノムにリードマッピングするから、もうミスマッピングが増えてるんだと。そもそもゲノムの構造が大きく違うとこから取れていったリードを一つの参照ゲノムにマッピングするのが、すべての誤りの、根本的な原因であると考えまして、じゃあ、両親のゲノム配列をきちんと比較して、高リニアな領域に由来する信頼できるタグ、配列。そこにマップされるリードだけを使いましょうということで、MCP タガーっていうパッケージ。こっちは、ちょっとパイプライン的なパッケージなんですけど、まずはじめに、ゲノム A と B、両親、交雑集団の両親のゲノムを比較して、コリニアな領域を検出してきます。配列比較して検出してきます。で、そこから、GBS だったり、ラットセックなり、制限酵素で切断すると思うんですが、そこで切断された配列っていうのをシミュレーションしてきて、GBS で実際に取れるであろうリードっていうのをシミュレーションしてマッピングします。ゲノム、両方のゲノムに同時にマッピングします。で、きちんとオリジナルのポジションにマッピングし直すことができた領域だけを使う。ここを、まあ、MCP タグと、マッパブルコリニアポリモルフィックタグスって呼んで、ここにあるスニップだけを使いましょうっていうのが MCP タグの、考え方になる。で、さっき言った、このコリニアな領域を探すっていうのは、もう外部のツールになっちゃうんですけど、マンマーっていうのを使ってます。これ R ではないので、マンマーを別途インストールして、パス通していただかないと使えないんですけど。で、あとマッピングも、サブリード。これも R サブリードっていうパッケージがあるんですけど、サブリード自体は、外部のツールになるので、これもインストールしてパスを通さないと使えないということで。まあ、GBS クリーナーの思想としてはオールインワンにしようということだったんですけど、こっちはちょっとそこはやりきれなくて、パイプラインを提供するようなパッケージになっています。で、出力としては、VCF ファイル、もしくは直接、もうこれ GBS クリーナーで処理できるように GDS ファイルっていうファイル形式で出力するようになっています。で、これをやるとどうなるかっていうと、こんな感じでして、上が、まあ、タッセル GBS っていう、内部的には、BWA を使ってリードをマッピングしているようなやつなんですが、先ほど言ったように変なスパイクが出てくる。で、MCP タガーを使ってあげると、それが綺麗さっぱり消えてくれるっていうことでして、ゲノム全体での、こういう、短い距離でダブルクロスオーバーが起きている比率っていうのを出してみると、まあ、タッセル GBS、BWA マッピングするとかなり多いんですけど、それをグッと抑えることができると。まあ完全にゼロにはできなかったんですけど、まあ、おそらく無視できる範囲かなというレベルにはなる。で、エラーの原因となるスニップが取り除かれることで、まあ、より正確な遺伝子が判定が可能になりました。という感じです。で、MCP タガーも、去年か。に発表することができまして、GitHub に登録されています。バイオコンダクターには登録してないです。ちょっと頑張れなかったです。っていうのが、パッケージの紹介でした。で、最後に、パッカソンということで、あ、ちょっと時間押し気味ですけど、パッケージングの苦労話とその成果っていうのを話したいなと思います。で、パッケージングの苦労話、何かというと、まあ、GBS クリーナーに関することなんですけど、隠れマルコフモデルっていうのは計算量が非常に多いです。いろんな場合分けをして、そのパターンごとに確率を計算していくので、非常に計算量が多いんですけど、R だけで、R の要は字の文で記述すると、解析時間めちゃくちゃ長くなります。で、例えばなんですけど、シミュレーションデータとして、まあ、1000個体の 8K 交雑、親 8K とあって、それらを、まあ、ランダム交雑みたいなのをしてできてきた。集団、交雑集団っていうのがあって、まあ、500個のスニップからなるデータっていうのを作りました。で、これ R だけでコーディングした場合の解析時間が
12,200秒以上になって、もう3時間半くらいかかっちゃう。で、実データっていうのマーカー数がさらに多いし、染色体も1本じゃないので、このちっちゃいデータサイズで、こんだけ解析時間かかったら、とてもじゃないけど、こう、やってらんないということで、じゃあどうしようかって考えたときに、まあ R っていうのは基本ループさせると遅いっていうのは分かってるので、まあ仕方がないので、C プラスプラスで HMM、隠れマルコフのモデルの部分は実装していこうと。で、もう R でパッケージングするのも素人だったし、C++ なんて触れたこともなかったので、GitHub ページでみんなの RCPP っていうのを見つけて、それを見ながら必死にコーディングしました。もうめちゃめちゃ感謝してます。津田さん。で、R での C++ の実装を使用するパッケージで RCPP だとか、それに加えて並列化のための RCP パラレルっていうのがあるんですけど、それも使って、まあ、1000行ぐらい C++ のコードを書いたわけです。で、C++ 素人にとって、もうバグと戦う地獄の日々でした。もう1000行って、まあ、慣れた人だとすぐ書けちゃうのかもしれないんですけど、めちゃめちゃ苦労して、で、C++ っていうのはバグの原因の特定が R よりもはるかに困難だなと。どこでバグが起きたかっていうのはちょっとわかりづらいなっていうのを。まあそもそもがきちんとデバッグ用のコードも書いていこうと。小分けにしてこうちゃんと書いていかなきゃいけないんでしょうけど、R のこう、ぬるいコーディングに慣れてしまってた僕は結構とにかくゴリゴリ書いていって走らせてみたらよくわかんない。どっかでエラーが起きてどこかわからんみたいなことがよくありました。ただ、この隠れマルコフモデルを C++ でコーティングした結果なんですけど、まあ先ほどの小規模なデータなんですが、これ解析する時間12,200秒かかってたのが430秒短縮。30倍ぐらい早い結果になりました。なので圧倒的にもう繰り返し演算が必要な RCPP とか RCP パラレル使ってもう爆速化しないとダメだなと。ということで C で書く凄さ、C の凄さっていうのを実感しました。話としては以上で、もし、周りの方でジェノタイピングで困ってる方いたら、JES GBS クリーナーとか MC ビタが紹介していただけると嬉しいなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。では、参加者の方から、先ほどの古田先生のご発表に、質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。別に、ミュートを解除して喋っていただいて大丈夫ですので。あ、今、露崎先生手を挙げてらっはい。はい。しゃいました。あ、通訳さんありました。あ、いや、じゃあ、船木さん、拍手ボタンを押していただけです。あ、拍手ボタン。見間違えました。はい。失礼しあ、ちょっと僕は遺伝学的な素養が全然ないので、結ました。はい。構、サイエンス的な観点だと、あまりコメントはできないかもしれないんですけど、どうですかね。なんかこの六角形のステッカーは自はい。分でデザインされたんですか？あ、これ自分で作りました。なんかみんなああ。作ってるなと思って、これは作っといた方が面白そうだっていうことで。ああ、素晴らしいですね。これ、はい。手作業で、手作業です誰とね。かですか？インクスケープで。インクスケープ。ああ、なるほど。はい。ベクターがそのまま書けるやつですかね。そうですね。ベクターそのまま書けるやつで。確かこの枠自体は GitHub のどっかに上がってて、はい、はい。はい。それ拾って、枠は拾ってきて、色と中身を埋めた感じです。はい。でもなんか聞いたら、この、バイオパッカさんのコミュニティだと、デザイナーさんを雇って、あ、そうですね。書いてくれるとかっていう そうですね。なんかその人が、はい。ベッカーの、なんか工場に発注するとこまでやってくれるんで、おー。そうですね。1デザインにつき1万円ぐらいとかで結構やってくれる。めちゃめちゃ安いですね。そうですね。デザイン料が1万で、印刷料もまあ、そのくらいですかね。ああ。まあなんかそこもいろいろ、
なんかやり方が何パターンかあって、まあデザイナーさんに結構作り込んでもらうと確かにかっこよくなるんですけど、あとは最近はなんか AI がこういう六角形のものを出力してくれたりするんで、なんていうか、テキスト2ロゴみたいな感じのサービスがあったりするんで。久米さんも AI 派ですよね。あ、そうですね。最近はもう AI 作ってますね。さっきいろ困いろ。ったというのも、ね、今だったらだいぶ C プラでかい、この R のコード書いてくださいって書いてくれるんじゃない？そうですね。古田さんの多分やった頃はまだなかったかもしれないですけど、今だなんかこれを C で書いてほしいなって言ったら書いて確かくにれるんそうだ。ですね。だいぶそこは楽にななればいいなと思ってますけど、まあ、僕の感触ではなんか使うパッケージとかああいうのがなんか古臭かったり動かなかったりするから使い物にならねえなというのも。いうのあるけど、まあ、シープラとかだったらいいかなと思うけど、まあまあ、まあ書きたくないね、確かに。昔書いたけど、僕も。同じようなことをしてたことがあります、実は僕も。まあ、みんなが通る道なんだなというふうに思って聞いてたんですけど。昔は相関係数を計算するのにずっとやってました、それで。僕も昔書いたけど、辛かった記憶しかない感じで。最近だとラストが C プラの代わりとして使われるようになってきてるみたいですけどね。そうなんですか。ただ、アデとの連携がどのくらいうまくいってるのかわからなくて、後から出てきた言語なんで、そうですね。エラーメッセージがわかりづらいみたいな、だいぶ解消されてるんじゃないか。対話してるんですけど、ちょっとわかんないですね。皆さん、コーディングするときって、どういう IDE を使ってるんですか？開発環境とか知りたい。アールだったらアールスタジオじゃないですかね、やっぱり。そうですね。R だったら、まあ、R スタジオです。まあ、Python とか、あるなら、まあ、ノートブックでそのまま書いちゃったりとか、でもツールとして公開するんであれば、やっぱり最近だと、ビジュアルスタジオでしたっけ？やっぱビジュアルスタジオ使ってるんですね。ここは未だにサブライムテキストですね。そこはなんでこだわりがあるんですか？いや、まだ移行ができてないだけであ、す。なるほど。勉強する時間が取れてないだけです。確かに。環境変えると、いろいろショートカットとかも変わったりして、わかりづらいです。そうですね。まあ、なんかほとんど同じではあるんですけど、そうです。微妙に違うところがあってみたいな。あ、そうだ、MCP タグがあるのが、事前に、マムとか、サブそうですね。D、マンバーっていうやつですけマーマーど。が必これ要。で。そこが、なんかバイオコンダクターだと、自分のパッケージをよそのサーバーでも動かして、ちゃんと動作するかっていうのを、なんか毎日チェックすると思うんですけど、そうですね。ここでこの部分がちょっと大変にならないかなっていうのが気になったんですけど。そうですね。バイオコンダクターに載せようと思ったら、ここは間違いなくネックになるかなと思います。あと、だからバイオコンダクターには載せてないんですよ。MCP タあ、ガーって。そうなんですね。多分ここの解析自体もちょっと時間がかかるところもあるので、どう頑張っても、バイオコンダクターの規定に引っかかりそう。タイムアウトしたりするので。ですね。まあ、なんで、そこはもう計算した後のファイルみたいなのは、そうですね。他に置いておくとスキか、ップさせちゃうっていう。ですかね。入れていくとしたらそうなるのか。ですね。ただ、今そんなに、これはバイオコンダクターに頑張って入れなくてもいいかなというところもあるので。そうですね。別に C ランとかでもいいと思いますし。どこは、ゾーンに入っていればそれでいいか。あと、
なんかドッカー化してると、環境構築みたいなとあ、ころで、ユーザーがトラそうブでルす確率ね。が減るので、はい。GitHub にコードは置きつつ、はい。そこのコードをコンテナう化する、ん。うんうんうん。GitHub パッケージズみたいなサービスがあったと思うんで、あ、そうなんですか。僕、それ知らなかったですね。そういうのを使うはい。と、なんか Docker が動く環境であれば実質どこでも動くみたいな状態には持っていけるかなと。おー。なるほど。リップハブそか。れも過去のハッカソンで話したことはあるので、あ、そうですね。後じゃあ、ほどちょっリンと。クを送りますね。あ、ありがとうございます。チェックします。稲は2倍体なんですか？稲は基本は2倍体なんですけど、野生種の中には、その近縁野生種には4倍体もいますね。はい。今回は2倍体今の。回は2倍体です。基本的に大体その育種学者が解析するのは2倍体ですね。稲については。はい。植物だとかなり多倍体が多いイメージがあって、小麦とかなんかそうです。すごいのがいる。6倍とか、いちごとか8倍体だったりするので。ああ、そうですよね。はい。じゃあ、そそれこは、は、はい。そういう場合ってもう、モデルとかも全然新しくしないと解析ができない状態になるんですか？基本的には、できます。拡張するだけでいいので。ただ、遺伝様式が染色体の追合みたいなことを考慮して、組み替えかみたいなのを考えようとすると、そこがちょっと、どういう構成の多媒体なのかによって変わってくるらしいんですよ。僕もあんま詳しく知らないところなんですけど。はい。要は、同質4倍、4倍体でも同質4倍体と異質4倍体がいて、染色体分離するときに、原数分裂のときに、追合して、組み替えが起こる場合と、追合しないで組み替えも起こんないけれど、4倍体みたいなやつもいるらしいので、はい。そのパターンによって、こう、遺伝様式が変わってきて、マルコフモデル立てるときに考慮しなきゃいけないパターンっていうのが変わってきちゃうということなので、そこをどんな感じで処理するかなっていうところが、今、考えているところですね。実際問題4倍体で使いたいっていう意見もあるので、そのうち対応させてはいきたいと思っています。あと3本線がこう引かれるプロットがあったと思うんですけはど、い、はい。ピンクの線を引くために、事前に F2 集団が必要っていうことなんでしたっけ？ちょっと待ってくださいね。ピンクっていうのはこれですか？ああ、そうですね。これは要は F2 集団だったら、その集団内の、集団内でゲノムをヘテロに持ってる割合っていうのは、まあ、50%だと。はい。理論値として。F2 集団だと、集団100個体いたら50個体は、例えば染色体3番をヘテロで持っています。っていうのが理論値になるので、今回この解析に使ってるのは F2 集団なので、期待値としてちゃんとここがヘテロの線はこの0.5のあたりにいてくれないと間違ってるよねっていう。それはここが0.5のあたりにいなかったら推定が間違っているっていうことになるわけです。で、マジックインピュートとか LP インピュート見ると、もうここぐちゃぐちゃに、ヘテロのラインぐちゃぐちゃになってて、これは明らかに推定が間違っていて、本来だったらヘテロ型、そこのゲノム領域がヘテロ型になっているはずの個体に対して、この場合だとリファレンスホモ型、になってるっていうふうに推定しちゃってる。間違った推定、遺伝子型の推定をしちゃってる。っていうことを、この図は示してるっていう感じです。で、GBS クリーナーにすると、それが、大幅に解消される。っていう感じです。
そのなんか事前に交配させたその F2 あ、集団っていうのがあるっていう前提だと思うんですけど、それは結構育種の研究だとよくある状況なんですか？はい。あ、もうめちゃめちゃありますね。では遺伝学解析をするときには、まあ、交配して F2 集団を作って、そこで、遺伝学的な解析をすると。遺伝子型を取るのと、表現型を取ってきて、遺伝子型と表現型の相関を取る。てか、まあ、要は QTL 解析だったり、まあ、GWAS みたいなことを。っていうのはよく、非常によくある状況です。はい。植物で、線個体っていうのは、個体っていう単位は、一つの、なんていうんですか、こう生えてる束みたいなのが個体と考えればいいんですか？そうですね。基本的には一つの種から、こう増えていった。枝分かれはしていってしまうので、まあ、稲にしても何にしても。その枝分かれも全部含めて1個体っていうふうにカウントします。じゃあ結構、いくつか束がこうくっついてる状態とかあると思うんですけど、はい。その根元の方を見てこう、引き離して、1個体1個体ってあ、分かる。そうです、そうです。はい。なので実際、研究用の圃場、田んぼに植えるときっていうのは、まあ、ある程度、スペースを空けて、境目がわからなくならないように。ああ、はい。きちんと、碁盤目状のプロットを作って植えていきますね。私から一つ、二つ大丈夫でしょうか。はい。ごめん。ここのスライドで言うと、はい。クロモソーム1番のところのはい。GB スクリーナのはい。30ぐらいですかね。ちょっとピンクあがの辺。ボコッと盛り上がはい、っボてコっる。てします。はい。これは、リファレンス、組み替えの時にどちらか優勢度が変わってるから、ちょっとこう、親のどちらかが来るので偏りがあるっていうのが、これはデータとして見れてるっていうような理解になるんでしょうか。そういうことだと思います、これは。実際こういう現象っていうのはよく稲で、遠縁交雑をすると、いわゆる生殖隔離っていうのが起きて、遺伝するときに、どちらか一方の、染色体、遺伝子型ですね、だけが遺伝したり、もしくはこの場合だと、基本的には青いラインが野生稲型の割合なんですけど、要は野生稲型ホモになると死にやすいんですよね、きっと。ここが野生稲型ホモになってしまうと、種が死ぬのか植物が育つ段階で死ぬのかはちょっとわかんないんですけど、個体の生存率に悪影響を与えてて、ヘテロ型になろうとするということだと思うんですけど。で、多分7番染色体にも似たようなことが、こっちの方がかなりシビアに起きてるんだと思うんですけど、基本的にはそういう生殖隔離に関わる遺伝子座っていうのはゲノムのいろんなところにあるっていうことは分かっています。だその影響を、ここで見ているっていう感じです。ありがとうございます。はい。よくわかりました。あと、最初のモチベーションのところなんですけども、はい。確かに先生言われてるのはよく理解できたんで、なかったら作ろうっていうのはよくわかるんですけど、なかなかそれってなかなかできないかなと。そうですね。いそうですね。や、簡単に言われたけど、すごいこれ、いや、できるかと。ところ、あれですか、はい。最初のその、どう、その我々はそのパッケージングとかよくやっているんですけど、なかなか新人とか来にくい環境かな。てか、かなりこんな研究が新人はなかなか来ないんですけども、そのあたりの、パッケージング、バイオコンダクターをまずサミットしようとするのってかなりの モチベーションなかったらできないと思うんですけどそうも、そうですね。そのあたりをどうやって学ばれたかとかっていうのを、少し、そうですね。自己分析いただければと思うんですけど。まあ、そこは大きな壁だと思うんです。ないから、じゃあ作ろうなるところまで行くっていうのはすごい多分難しくって、僕の場合は、そもそもが、
こういう遺伝学解析をするときに、QTL 解析っていう、量的形質遺伝子座解析って日本語で言うんですけど、まあご存知かもしれないんですけど、QTL 解析をするっていうのが、そもそもの僕の仕事だったわけです。で、QTL 解析をどのツールでやるかっていうと、もう Excel じゃできないんで、そこで R を使ってました、ずっと。で、僕は、僕がそこの研究に携わる前の前任者から、まあ、R でこうやれば QTL 解析はできるよっていうだいぶ雑なレクチャーを受けまして、スクリプトを渡されてたんですけど、どうにも使いにくいっていうことで、なんとかこう快適に自分が解析できないかなっていうことで、まあ自分用のパッケージじゃないですけど、なんかいろいろファンクション化して、パイプライン、解析のパイプラインをファンクション化して、使い回すっていうことをちょっとずつやってました。で、そういうふうに R のコーディングっていうのにだんだん慣れ親しんでったところに、今回のこの GBS でなんかおかしいっていうのが来たので、まあ、僕としてはある意味やってたことの、こう、自分用にファンクションを作るっていうところの延長線上に、まあ人にも使ってもらえるようなパッケージにしようというところがあったのと、どうも肌感覚として、僕はこういう、バイオインフォマティクス界隈の仕事がどうも向いてそうだと、好きそうだっていうのがあったので、じゃあそこでしっかり自分の仕事を一つこう完成させるっていう意味で、バイオコンダクターに登録するっていうのは意味があるだろうと。僕のキャリアにとってはちょっとシンボリックなものになるかなと思って、頑張ってバイオコンダクターに登録したっていう、そういう経緯があります。ありがとうございます。はい。よくわかりました。いや、大変ですよね。いや、大変でそうしですた。ね。もめっともちゃ。との素養があったからっていうところやっぱ大きいのかと。まあ、い興や、味ですよね、あとそうだは。と思います。もともとこういうことに馴染める、なんなんでしょうね。実際そうで学す生とね。かを見ていても、こう、どう教えても馴染めない学生っていうのもやっそうでぱすいて、ね。はい。先生示されたあの解析のフローといいますか、あの図とかっていうのも、あれって結構教えられてもあんなパッとできる人っていうのは珍しいのかなと思って、はい。そうですね。なんはい。かそう思初いめまてす。作りましたっていう、なんかあはい。のフローの作り方じゃないなと思って、あれ？そうですね。いや、本当難しいと思うんです。この業界。ありがとうございます。はい。あ、お疲れ小野様さでんは。した。うん。いや、とても、面白いというか、必要だから作ったっていうのは本当にすごいなというふうに思いましたので、これからも頑張ってやってください。まあ、なんか、意地悪な質問すると、これ、ね、スニップだけ見てるけど、中には結構、でかいこう構造変異っていうのがあったんじゃないかなと思うんですけど、そういうのは結構気になりますかね。あ、気になります。その構造変異がどういうふうな影響を与えてるかっていう、その遺伝学的にも重要なトピックなので、今はこれ結局スニップしか見てないんですけど、そういう構造変異の部分から取れてくるリード、シーケンスリードっていうのも、使えるはずなので、こういう遺伝学的な情報として。そういうのもきちんと、拾い上げて、解析するようなパイプラインっていうのも今後は、作っていきたいかなとは思っています。期待してます。よろしはい、くおあ願いりがします。とうございます。